はい、皆さんこんにちは。今日はですね、フェレットの爪切りをやっていきたいと思います。前回フェレットの、耳掃除の動画を上げたんですけど、まあ一人でやるとね、フェレットの耳掃除も爪切りもすごく大変なんですよ。二人でいた時はね、結構やっぱりやりやすかったんですけど、ほんと一人だとね、ほんとニョロ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 動いちゃってやりにくくてしょうがないんですよね。で、今回は家にあるものを使って、すごくやりやすくね、なったんでね、それを今回紹介したいと思います。で、今回家にあるもので作ったのがこちら、名前をつけるとしたらペロペロくん1号かな。まあこの下についてるのが、まあスマホとか、まあ撮影する時の、まあ三脚、まあ足がこうくねくね曲がるやつですね。で、この上についてるのが、バイトっていうやつで、まあフェレットの栄養補助食品になるんですけど、で、まあバイトの中でも種類はいろいろあって、まあ今回はこの、何っけ、ヘアボールリリーフっていう、まあフェレットが、毛づくろいとかで、お腹の中に溜まった毛玉とかをね、まあ排出をねサポートしてくれるやつなんですけど、まあこれがね、うちの2匹大好きなんで、まあこれをまあセロハンテープで、まあ、くっつけて、まあ作ってみました。まあこれがね、めちゃくちゃ便利なんですよ。で、今回はこれを使って爪切りをやっていきたいと思います。よし、まずつくねからいくか。つくねおいで。よいしょ。よし、つくね、爪切りや。で、こいつをつくねにセットします。もうね、ペロペロに今夢中なんでね、この隙に爪を切っていきます。すごい無防備。ほら、ちょろいちょろい。ちょっと出そうか。いつもならね、暴れるんですけど、これならね、もうサクサク。よいしょ。なんて無防備なんだ。ちょっと尻尾が、尻尾。ちょっと、はい、終わり。ちょろいね。という感じでね、これがあればめちゃくちゃちょろいんですよ、こいつら。はい、終わり。次、ポンズ。ポン。よし、ポンズ、仰向けになって。よし、今のうちや。ちょろいね。はい、終わり。見てください、この無防備な姿。これがあればね、もうちょろいんですよ、こいつらは。という感じでね、まあフェレット飼ってる人でも、やっぱり一人で飼ってる方はね、爪切りとか大変だと思うんですけど、この道具があればね、すごいちょろいですよ。はい、という感じで、まあ今回はね、フェレットの爪切りの動画でした。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。